そちらです。せいやです。うっ。さあせいやさん、本日はワンピースの三大将を粗品さんに教えまーす。おー、いいね。はい、やっぱ粗品さんにワンピースのこともっと知ってもらいたいんで。知らんからね、俺、後半は。やっぱレクチャー。あ、お願いします。嬉しい嬉しい。なんかこの一方的にやめーとか言ってたけど。前で。やっぱ俺のこの思いやりが足りんかった。教えてくれ。もっと導いたらよかった。頼むわ。頼むわ。頼むわ。ちょっとね、まあいろいろその、ややこしいでしょ。もう、どれから読んでいいかわからんし。飛ばしてええとことかない。そう。ないね。だからやっぱね、好きなキャラとか、はい、ここを知ったら面白いなみたいなとこをちょっとかいつまんで、お願いします。部分的に説明していこうと思うんですよ。今日は三大将について。三大将、うん、もう俺はもうそういうのが昔から大好きなんですよ。その御三家とか、うわ、そう、あの一富士二鷹三茄子とか、日本人ってめっちゃ御三家、はいはい、サンバガラスとか、いいの、はいはい、この、まあ、ナルトでもあるんですけど、伝説の三人、はい、ジライア、綱手、オロチマルみたいな、はい、3つでくくるの結構あるでしょ。漫画とかあるね。芸能人でも、うん、ビッグスリー、はい、そういうのが出てくるんですよ、ワンピースにも。おう、それが三大将なんです。なるほどね。海賊側はね、結構七部海とか、うん、最悪の世代とか、うん、あんまり三じゃないんですよ。あ、でも大将側はあの海兵。え、敵な、敵です。海軍な、海軍なんですよ。そう、まあ、海軍なんで、うん、もうこれはもう僕らの世界と一緒で、うん、まあ、この雑用から始まってどん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 ランクが、はいはいはい、この少佐とか中佐、大佐、うん、でまああんま分からないけど少尉、中尉、大尉みたいなんで、うん、で少将みたいな、中将、うん、みたいなんで大将、うん、もうあるでしょ。それのまんまなんですけど、その大将なんですよ。はい、もうこの大将がもう一人おったらもうマジで島一個潰せるぐらい強いの。何人ぐらいいるんですか、全部で大将。その3人しかおらんの。ね、今はそんなことないんですけど、もう入れ替わり、うん、立ち替わりでこの結構大将が辞めたりとか、はい、上行ったりとか、結構この社内がバタバタしてたんでね。会議もちょっと会社が、はい、いろいろちょっと人事部が大変な時期あったんですけど、その中でもシンプルな一発目の三大将をちょっと紹介します。はい、まず、まあ、三大将の中でもリーダー格というか、リーダー一番この指揮を取る真ん中の赤犬、赤犬、まあ、杯っていう名前なんですけど、ほう、これマグマグの実、うん、ああ、出たい。そう。そう。なんて言うの？当てたい。あ、当てたいって言ったよ。はい。当てたい。マグマのなんか熱い炎を出すみたいな。そうそうそう、正解。しゃ。だからシンプルなんですよ。強いやつって。熱い炎を出す。もう熱い炎。うん。もうだからほんま、カメックスリザードの不思議花。なるほど。もう炎、水、草、みたいな、うん。もう炎なんですよ、赤いの。なるほど、なるほど。しかもエースも炎でしょ。そうね。ただエースの炎ももうマグマを焼き尽くしますから、日によってこの温度が違うから、エースも焼かれるんですよ、この杯に。エース焼かれるの。そう。ほんでどうなの。読んでそこは。教えてくれや、そこは。一番読まなあかんとこだったら死ぬとかちゃうやろな。 もしや死ぬや死ぬや。いいです。そうなの。まあ、この杯はですね、うん、まあ、このほんで面白いんがね、うん、この小田先生って結構実際におる人物をモデルに、はいはい、結構ね書いたりするんですよ。なるほど。杯は菅原文太さんです。そうなんや。そう。誰それ言わんようにしてたでしょ。菅原文太さんはあのシベリア文太さんじゃなくて、そっから取っとんねん。シベリア文太さん先なわけないろ。香港藩のルミネの香港藩のシンケーキの競馬めっちゃ好きな人やろ。はい、いやシベリア文太さんちゃうねんな。菅原文太さん何を突撃隊なの。いや覚えてんなお前。菅原文太ってやつも仁義なき戦いとかの頃の菅原文太さん、めちゃくちゃ強いね。そうなん。めちゃくちゃかっこいい。おマグマグのみ、うん、まあ、こいつがもうほぼ、まあ、ほんで今海軍のトップにいるんですけどね、うん、もう何年後かになって、うん、もうまずめちゃくちゃ強い、うん、
マグマグのみ、うん、もう流星、流星火山って言って、もうこんな、もうまあこれが白ひげのモビディック号っていうクソでかいビーティック船なんですけど、クジラのこれが船やとしたらこれくらいのやつ飛んできます。何マグマでかピューパーでか塊で、そうでか、もうだからもうほぼほぼ死にます、こいつと戦ったら。めっちゃ強いやん、めちゃくちゃ強い、あもうほぼ無敵ですよ、もうこの身は。でロギアですから言うてたね、なんかそうパラミシアン、うわもう一個何でした粗品さん。動物になるチョッパーとかの身なんですけど、パラミシアン、やめようか。いや前回の、いや俺ワンピースの子供たちとかに見てほしいな。すいません、いやちょっと方向性ちゃうわ。じゃあ思い出した、ロギア、パラミシア、ええ、一文字ちょうだい。ゾウですね。うわ、あ、なんやっけ。でもこの3つ言えるだけで結構ワンピース好きやなってなりますから、ね、ロギア、パラミシア、ゾウ。あーから教えて。ゾーン系、ゾーン系、これ覚えててください。それの中でも最強と言われてるロギアなんですよ。ロギア、そうで、この覇気も使えますからめちゃくちゃ強い。いいね、これは赤いね。でちょっと性格が凶暴、はい。で続いてこいつが強い、キザル。俺よう言ってるやろ、キザル言ってる言ってる言ってる。ボルサリーノ、これピカピカの実、電気や。いやこれ電気じゃないんですよ、電気かと思えば火ときて、ピカピカ何でしょうか。電気じゃないやん、ピカピカ電気じゃないです。電気はね、エネルで出てるんだ。摩擦か、なんか摩擦ゼロでピカピカみたいな。俺の能力は摩擦だよ、なんてなるやん、読者バカですよ、バカにされてるの分からん。摩擦摩擦じゃない、いや盛り上がらない、いや摩擦おるやろ、びっくりした。マサツオル、いやそら演者みたいにしゃべる。マサツオル、マサツのやつもおる、びっくりした。スベスベの実がそうだ。いやいやいや、おるけど、スベスベの実やっちゃう。違う違う、その三大将として一番強い位置でもう一つどころかいうぞってなるっていう話。マサツオルよな、急にしゃべるのはびっくりするから。掃除とか一掃するみたいな。ああ、ここの部屋は俺に任せの、ピカピカだからね。エアコンのホコリもこうやって取るんだよ。ありそうありそうありそう。ジャンソン、バカにすなよ俺のこと 120% で。ほんまにそうやと思って言うとんねん俺は。違う、何、光や。ピカピカの実、光人間、怖いね、光強いよ言ってたな、お前。うん、っていうことはですよ、はい、もう高速で動けるということなんですよ。そうなの、もうキャラクター史上一番速い。光の速光の速度で蹴られたことはあるかい。ない、ないでしょう。ない、もう一瞬で殺される。ピューンやろ、ピカーンって光ったと思ったらここに走らない、ピューン、バーン。そのアクションはその肉弾戦なの、速いだけ、まあ、速いだけ。いや光の重さで蹴りますから。え、じゃあ威力えぐい、えぐいよ光。だから言ってた、同じこと言ってた、お前も速いだけだろみたいな。お前めっちゃいいキャラよ。あ、そう、速いだけだろ、速さは重さ。あめっちゃおもろいや、めっちゃ強い。でこの人は田中邦衛さんが一応モデルになります。北の国からの、そうそうそう、の若い時から。早くないやろそんなの、田中邦衛さん。まあどっちかというと遅いな。遅いやろ、まあ、そこはまあまあまあ、このデザインで渋いんですよ。あ、そう、キザル。そして最後なのはマジで青生地、冷え冷えの。だから赤青生地ってこの三原色になってるわけです、はい、なるほどね。やし、この桃太郎のこの赤、赤緑青やろ三原色。やめようか。いやいや、いや赤、緑青っちゃう三原色。黄色は関係ない、信号になってますよ、俺。それだけ振り仮名やってる、カンペで出てます。あんまり、ずっとなんかボルサリーノとか書いてたのに。
ほんまやな、間違えたけど、さっき急に喋るなって言われたから、カンペで佐川がそれだけ取りがな、あらたつディレクターやで、今の3人と間違えたし、急いでやりたいと思ったから、俺、アホ記事って書いてるんですよ。一回、アホ記事で、お前ら、アホ記事って書いてない。お前ら、アホ。じゃあ、まず何なん、その、やめろ、カンペ。ボルサリの、間違えた、クザ。あー、そういうこと、クザって言います。カッコ、アホ記事って意味わからんから、まだアホ記事やから。クザ何桃太郎なんですか。だからキジ、犬、猿、桃太郎です。へえ、そうだからなんかボス桃太郎なんじゃないかみたいなのもあったんですよ。このちょっとずつ出てきたんですよ、この青キジ、ロビンかな最初言ったん、青キジ、キザルは飼い犬みたいな最初の登場、最初もなんかめっちゃ帽子みたいなのみんな被ってるんですよ。へえ、最初のシルエットも怖。まあ全然かぶってなかったんですけど、どないや中将時代にかぶってましたけど、帽子そんな、まあこの青木氏だからなんか桃太郎的なボスがおんのかなって言われて、だからおつるさんという人もおるんですよ。あら昔話や。そうそうそう、だからなんか昔話鶴の恩返し、けっやめようか。いやいやいや、これは間違いない。5時なるなるやろ、ワンピース。5時なるやろ、ワンピース語ってたらええやんけ。これこれもええがな。ゴジゴジの日ですか。様に。ゴジのチャイム鳴らそうと。なんか鳴らしました。何が強いの、ゴジゴジの日。冷え冷えのみ。これだ、氷です。氷か。氷。めちゃくちゃ強い。帰れよ、子供。そやな。触ったら凍るという。強。めちゃくちゃ、これもロギア。この3人は仲いいの。これが仲悪いんですよ。わお。ここがおもろいのよ。へえ。なんなんじゃそれ。説明だけで終わったけど、もうその粗品さんにどれが一番好き、このあ、今聞いたな、冷え冷えマグマグピカピカ、これで結構好み分かれるから。ちなみに冷え冷えのみは松田優作さん。なんじゃこれ、なんじゃこれ、あのジーパンですね、タイパン、コードネーム。まあでもいや、キザルかな、やっぱ光かっこいい。ああ一緒やな。うん、キザルいいよな。キザルのなんかあの、この速さはどうさ、カウス師匠。いや、ほんまにそうや、ほんまにそうな、カウス師匠、カウス師匠、いいそうや、速さはもうさ、ほんまにカウス師匠。全部にね、分けれるんですよ、この3対象タイプ。あー、そうで、お前青生地やで、それ言ったら。俺は青生地ない。うん、青生地とかどの辺が。いや、なんかこの髪型もそうやし、その顔の形とかも。うん、で、俺はあの、キザル。誰が冷え冷えのみやねん。凍らしとんか、現場。お笑いの芸人としてはな。お前やろ、冷え冷えのみ。 俺ピカピカ、頭ピカピカのみ。だから誰がやろ、お前。え、お前んちの実家の焼肉屋も冷え冷えやないか、肉が。誰が冷え冷えやねん。買ったやつ食うタイミングだろ、客の。買ったないねん。生ビール頼んだらマグマグ。誰がやろ。なんで熱いの。俺ピカピカ、冷え冷え。で、このお笑い界のビッグ3いるでしょ。あ、いますね。ダウンタウンさん、ない、な、うっちゃなんちゃのトンネルさん。そう思てんねや。タモリたけしさんはじゃなくて、あの、第3世代。あー、そう、第3世代。あー、そっちもいいね、ビッグ3。なんかそっちやと思ったけど、タモリさん、あ、たけしさん、さんまさん、タモリさん。あ、これ日テレビッグ3の。日テレビッグ3でちょっと局によってちゃうらしい。そうなん、富士のビッグ3らしい、タモリさん。日テレは所さんだし。日テレビッグ3やで。知らんけど、日テレさんまさんは赤犬ですよ、やっぱ。ああ、そうなんや。知らんけど。ダウンタウンさんは赤犬。いや、こういうディベートが好きやね、俺は。ああ、そうなんや。どう思う、さんまさん。さんまさんやっぱ赤犬やな、俺は。一番強いの誰なの、これいい。だから、それも話し合いやねん。相性とかあんの。だから、冷え冷えとマグマグやったら、やっぱちょっと潰し合うやんか。うん。ほんで、実際戦ってんのよ、実は青木氏と赤犬は。パンクハザードっていうところで。へぇ。どっちが上上がんねんっていうので、うん、なんていうの、その、昇進争いというか、へぇ。争って出世競争で。で、一応赤犬が勝ったんですよ。あ、じゃあ一応赤犬が強いんや。うん、青木氏は片足失って、って言われてんねんけど、うん、俺の見解よ。はい。俺、青木氏は、殺せたんちゃうかなと思うんですよ、赤犬のこと。ああ、わざと。うん、寝る前とかにこの想像してたら戦い勝てる。一回やり合う。仕事のこと考えろ、寝る前。明日のロケどうしようや。そのシーンは一切、話しか来ない。
ジンベイが、あ、そう、知っとくや、教えとかならんことがまだあるって言うんですけど、その赤犬と青キジがやり合ったって話だけなんですけど、俺は多分青キジは中盤ぐらいに殺せる段階があったと思います。ほんな赤犬がちょっと卑怯なこと言ったと思います。もう分かった、想像でしょ、お前が元帥となれみたいな。まあこんだけ、うん、長年やってきたからな、うん、命は興味ねえよみたいな言った時に、わしを殺せるたらのしたくわーっ、そんなシーンないんでしょ。でそこで左足バーンないんでしょ、そんなシーンっていう感じっていう感じって言われてもそんなシーンないんでしょ、想像でしょ。確かにね、確かにねって何がやん。だから3大将一番強いのはっていう動画にしましょう。ああ、そう、キザルはどうかな。ちょ、俺知らんねんなわからん、ヒエヒエのみってことだけわかるわ、はい、あんま思んないしいや俺の動画ではい、とー、はい、もう個人チャンネルで言ってくれ。あ、そうですか。加藤キザルは、キザルはでもね、隠れた能力あるんで、うん、このなんていうの、出世争いにそこまで興味ないみたいな感じはあるんですよ、うん、だから意外と本気出したらキザルも強いんじゃない、一番強いんちゃうかなという。いや、そういう話したいけどな、できへんねん、その分からん、説明したいよね、これこれだけで語ってええの俺分からんねん、その早いやつとマグマというやつとコーラスやつでそんな出世欲がどうなんですよ、知らんで、それは。いや、こういうビギナーの方のね、ちょっとあの情報も聞きたいんですよ、調査してます。ああ、まあなんか、あ、炎、水、草とかポケモンやったら相性みたいなあるから分かりやすいやん。はい、一個光ってのはな、ちょっと異質よな。だからほんまに限界ぐらいのコメント出してんだ俺最低限の知識を限界コメントね、今の。あ、いい、いいね、光っちゃ異質やな、やっぱ。いや、でも原作というか漫画で一番強いはずやねんな、光が。あ、そう。いや、だって光、いやで、高速やで。まあそうやな、どうやって勝つねん光っていう話、う、誰よりも速いんやろ。速い、キザルはだから倒されへん可能性あるよな。確かに、まあ、まず逃げれるし、絶対に。ルフィが戦うんですか、そのうちそいつらと。いや、まあ分からんけど、キザルとはやり合わんのちゃうかな。あ、そうなの。キザルだから、キザルが一番不気味で、まだ海軍側にも海賊側にも行く可能性あるというか。へえー、そうなの。俺はキザルはなんか最後手のひら返してくれそうやけどな、こっちに味方になんか分からんけど、悪い海軍的なやつが最後ボスでピカーンみたいな、キザルいけーって言ったら、なんかヤタの鏡って言ってヒュイーって移動するやつがあるんですけど、うん、おーっとずれたねーとか言って、この味方の海軍受けるんだよボーンってなんキザルさーみたいな、海兵たちが、なんやろそんなシーン、なんこう見らずれたねなんで毎回デコけんずれたねなんでデコけんの毎回こうやって顔を蹴るんですよ。あ、そう、まあ、この三大将のちょっとロマンのある話を、うん、この覚えてほしい、粗品さん、これ知ってたらワンピース面白い。もうちょっと詳しく次じゃあ教えてよ。わかりました、はい、で次ちょっとフリップで宣材写真も持ってくるんで。わかりました、お願いします。はい、あるし、でしょ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。